スーパーのカツオの刺身に、旨味を注入する方法をご紹介しますじゃよ。カツオに塩を少しかけて臭みを取ったとか言うんじゃんけい。そんな動画は見飽きてるだろ。大体貧乏人のくせに何刺身なんて買ってんだ、安い鶏肉でも買った。早いもので、15分経過してしまいましたじゃよ。ドリッピーが出てるので、丁寧に拭き取りますじゃよ。なめてんかわれ塩を振る動画なんて見飽きてんだ、冒頭でも言ってんだこら。冒頭だと冒頭って何時何分だ、地球が何回回った日だこら、ちゃんと言ったらんかい。昭和のガキの喧嘩かこら。ねえ、ちゃんと風呂入ってるダミか。こんなに暑いんだから入ってんに決まってんだろ。やあい、引っかかったね、ちゃんと風呂入ってんのかよ。バカは放置して調理を続けますじゃよ。カツオ節を乗せてサランラッピーで包みますじゃよ。こうすることにより、カツオの刺身にカツオ節の旨味を吸収してもらいますじゃよ。カツオ節ご飯とカツオの刺身を別々に食わしたらんかい。でもじゃお兄さんも別々に食べたいだに。せっかくおめえらのも作ってやったのにやんねえぞこら。カツオ節の旨味を吸収してくれて、美味しそうですね。どの口が言ってんだこら。